ラッセル車の整備は雪を線路の外に出すウィングやレール上の雪をかくフランジャーが正常に動くか、車両のボルトに緩みがないかなどを確認しました。 JR 米子支社管内には鳥取と米子の車両基地に合わせて3両のラッセル車が配備されていて、レール上に積雪の可能性があるときに出動します。昨シーズンは伯備線と因美線で合わせて6回出動しました。これから雪のシーズンを迎えますが、お客様に安全安定輸送を提供できるよう一丸となってラッセル整備を進めてまいります。整備を終えたラッセル車は今月10日から試運転を行い、雪の季節に備えます。